どうも、尾形ジュエリー担当プロデューサーのテクタンと申します。今回は現在開催中のアタポンイベントオレンジタイム、こちらの MV を見ていきたいと思います。はい、 MV まだ全然見てない状況でして、はい、楽しみでございます。コウメちゃんとサチコに関しては SS レアって1種類しか持ってるんで、1種類しか持ってるんでってないね1種類しか持ってないんで、まあ選択の仕様あれなんですけど、証拠がね3つあるからどれにしようかなって思うんですけれども、まあ、オレンジって言ってるからオレンジの衣装のキノコがいっぱいで見ていこうかなと思います。可愛さのあまり倒れないでくださいね。結構私服系衣装が合うような感じのねイメージの MV っぽいんやけど、ということでオレンジタイム。あ、142のロゴがなんかすごい中毒性が高いようなメロディーよね。すごいなんかおしゃれなとこよね。あ、かわいいあ、スマホ、バス停、スクールバス、なんかすごい日常の風景の中っていう、学校かな、あ、学校か。これ私服系っていうより制服系がすごい似合う感じっぽいよね。かわいい、色味がすごいなんか綺麗よね。サチコは工場の SS レアです。コウメちゃんは限定のコウメちゃんです。ヨモスカラパーティーです。そしてキノコがいっぱいはプレミアムスカチケでスカウトしました。温泉証拠でございます。いやー、かわいいバツしてたらね、コーヒーは指やけどなんかそれ思い浮かべちゃうよねバツしてたら。タイトル通りのオレンジでやっぱすごい色が綺麗。オレンジっぽい衣装とか制服がすごい合いそうな感じ。え、いいね、なんかこの分割してあったりカメラワークが、火の光もすごい綺麗。ほら見て、火の光がめちゃんこ綺麗。なんかどんな感じの曲で来るのかなって思ってたけど、結構なんかがっつりなんかアイドルちゃんが歌ってそうな感じのね歌で、あ、かわいいキュートタイプ楽曲やったってこともねびっくりしました。結構激しめくるかなとかって想像してたんやけど、はい、ということで見ていきました。じゃあ今パッと見た感じでちょっと合いそうかなって思うアイドルちゃんを選んで、ちょっと MV もう一回見ていこうかなと思います。なんとなく私服っぽかったりオレンジっぽかったりっていう感じでね、ちょっと選んでみました。ちょっと自信はないけど合うかどうか。はい、若干制服風よね。あかねちも制服風よね。そしてこのオレンジに合うかなと思ってリカちゃんを選んでみました。かわいいなんか待ち合わせしてたギャルみたいな、こっちは制服っぽくてねすごい合う感じよね。あ、かわいいなんか3人の統一感はあれやけど、なんかいいんじゃないかな割といや、かわいい。え、リカちゃんのこの衣装結構好きなんよね。かわいいよね。そしてね、あ、今のシーン良かったね。意外とナーちゃんとアカネチーのね衣装が制服系やから、こういった制服風のなんていうの、学校風とかなんかそういう感じのねステージにも割とあったりするんじゃないかなと今思いました。なんかダンスとか動きが可愛いよねこの曲可愛いよね、可愛い。いいね、いいね。やっぱり色とかを暖色系で見るとすごいこう馴染んでなんかいい感じよね。個人的に結構なあちゃんが
いい感じでね、自然じゃないかなって思う。ほらはい、かわいいということで、私が選んだ3人で見てみました。オレンジ系統をね、集めたってこともあって、3人パッションタイプになる感じになりましたが、はい、見ていきました。さあ、イベントも後半戦に入り、もう少しで終わりという状況で、今の私はこんな感じでございます。今回ね、キュートタイプ楽曲っていうこともあって、ハイスコアランキングを頑張っております。うん、ちょっとね、まだもうちょっと頑張れそうかな、もう本当にほんの少しないけど頑張れそうかなって思うんで、これ5000以内やったら筋トロなんよね、なんよね。なんで、まあ、できればね、筋トロ目指したいなっていう風に実は思っています。まあ、銀は確定でいいともやけど、実はこういうハイスコアランキングで銀取ること自体も初めてだったりするんで、まあ、取ったことなかったんで、金取れるとめちゃんこ嬉しいんで、ちょっと数日ね、ちょっと詰めて頑張ってみようかなと思います。はい、ということで今回はこのあたりで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でしたー。